スーパージュニア右翼、将来の夢を語る、永遠にスーパージュニアだったら、写真イコール JTBC、し。てるお兄さん、放送画面キャプチャースーパージュニアの右翼が、グループへの並々ならぬ愛情を表した。右翼は最近韓国で放送された JTBC、知ってるお兄さんにゲスト出演した。この日右翼は、知ってるお兄さんへの入学申請書の将来の夢を、各欄に、スーパージュニアと書いて視線を集めた。彼は、僕は本当に、永遠にスーパージュニアだったらいいなと思っている、と明かし、人々を感動させた。彼は、僕らの夢が、自身の、二世たちがスーパージュニアを、引き継ぐことだ、とし、しっかりとしたチームワークを見せつけた。するとヒチョルも、それでみんな、同じ時期に結婚して出産しようと話したこともある、と伝えた。